夢村土壌は、大韓民国ソウル特別市松白ル堂にある、三国時代下ら前期の都の城遺跡、大韓民国指定史跡、第297号に指定されている。土塁情報より、朝鮮半島中央部、ソウル特別市南東部の観光南岸に位置する土壌の遺構である。規模は、周囲、約 2.3km である。 半築しない土塁で囲まれ、一部に炸裂も存在する。1983年から1989年にソウル大学校により発掘調査が行われた。発掘調査の結果、土壌内から礎石建物、半築建物、建穴式住居などの建物群の遺構が見つかったほか、落浪、高栗系河原、中国南朝の政治、金具、 大量のくだら土器などが出土している。これらの調査結果から、夢村土壌は、北方の風治む土壌とともに、くだらの貫や甘じろを構成したとする説が、有力視されている。周囲には、くだら王領と見られる石村堂古墳群がある。遺構は、1982年7月22日に、夢村土壌として、大韓民国指定史跡、第297号に指定された。 その後2011年7月28日、指定名称はソウル夢村土壌に変更されている。交通アクセス周辺。ありがとうございます。